私はペニグリーの選手が一番仲間思いで努力家だと思います。ホッケーの苦労は中3までほとんど試合に出れなくて、同期が試合出たりとか、あとはアンダーとかの合宿に行ってる中で、私だけ全然試合も出れずに悔しい思いはしました。ソチオリンピックで上の先輩がいない時があって、まあ、ちゃんと私が試合に出れたのってその大会だけだったんですけど、3ポイント取ってチームで MVP もいただいて、そこが思いを爆発させた大会だったなと思います。昔は結構上の先輩がすごい怖くて、あまり下の人って意見とか言えなかったなっていうイメージはあるんですけど、今は下の選手からも結構意見とかコミュニケーションが結構取れてるなと思います。私はペリグリーの選手が一番仲間思いで努力家だと思います。ペリグリーの選手って結構個性が強い選手が多いんですけど、それをそれぞれの良さとしてみんなで受け入れて、なんかそれをなんかこの人みんなと違うねと言うんじゃなくて、この人のここがすごい面白いよねとか、この人のここがすごいいいよねっていう風にみんなが違いを受け入れてチームとして一つになってるので、そこがペリグリンのいいところだと思います。まずはチームとして一番大きな目標は全大会優勝なんですけど、今シーズンはそれに加えて小さい目標をたくさん立てて、それを一つ一つ達成していった最後に全大会優勝が叶えられるようなチーム作りを目指してます。ペリグリンは一番はスピード感なんですけど、攻めに積極的に参加してくれるディフェンスも多いので、5人が連動してディフェンスフォワード関係なく攻めたり、でディフェンスが攻めたことによってやっぱりフォワードも守りの意識が強くなるので、しっかり5人で守って連動したプレーができるところが一つと、あとはプレーというよりベンチで多分みんなすごく仲がいいのが見てわかると思うので、そこのチームワークも見てほしいです。ホッケーは私の生活の一部だし人生そのものです。私はオリンピックに初めて出て、試合はそこまであんまり出れなかったんですけど、その中でもケツの一番手で出れるよう準備してました。あんまり出場機会もなかったんですけど、やっぱりチームのために行動できたり考えれる選手じゃないと出場するチャンスって回ってこないんだなっていうのに気づかされたというか、周りの選手に同じように
あんまり出場機会が少なかった選手が試合をすごく楽しんでたし、早く試合に出たいっていう気持ちを前面に出してチームのために行動してたのを見て、やっぱこの人すごいなって思ったし、こういう選手にならなきゃ日本代表として試合には出れるチャンスは巡ってこないんだっていうふうにそこで気づかされて、そこから悔しいっていう気持ちよりもチームのために何ができるかっていうのを、今まで以上に考えれるようになりました。オリンピックでは結構スピードが速いっていう風に紹介してもらったんですけど、スピードだけじゃなくて私はシュートもアピールポイントだと思っているので、今シーズンはシュートも注目してみてほしいです。なんか一回ペグのミーティングの時に、こう一人一人賞賛のシャワーで各選手いいところとか、ここに期待してるよっていうのをめっちゃ紙に書き出して、全員分のメッセージが書かれた紙をもらえるっていうビルディングをしたんですけど、そこで春菜さんが私になんか相方って書いてくれたんですよ。それが一番嬉しかったです。キャプテンにもいろんなタイプの人がいて、私はもうそこまで上手にできないんですけど、みんなの意見をすくい上げてチームがどうしたら良くなるかっていう風にコミュニケーションを取ることはできると思うので、1年間通して常にチームのためにいい働きかけができるようなキャプテンになりたいです。まだ働き始めて少ししか経ってないんですけど、新入社員なので覚えることも多くて、で仕事の後にすぐ帰って練習行くっていう生活はまだ慣れてないので辛い時もありますけど、セグの先輩には仕事とホッケーを両立してずっとやってる人もたくさんいるので、仕事始めてからその人たちがすごいなってさらに思うようになりました。全然今仕事もまだ全然できないんですけど、そうこういう風になりたいって思う先輩とか上司が周りにたくさんいるので、毎日その人たちからちょっとずつ吸収して私自身も成長できたらなと思ってます。いつもペリグリンの応援ありがとうございます。今シーズンは女子リーグ2連覇、全日本選手権3連覇がかかっているので、全大会優勝を目指してチーム一丸となって頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします。ペグチューブのチャンネル登録もよろしくね。